前が見えない、取れてくれ。もうはい、こんにちは、ピカですけどね、 e スポーツのすすめということで、アイレーシングね、私も e スポーツ真面目にねやったらどうなるかって、いや、まあガチるわけじゃなくて、趣味としてたしなむ程度にガチってみようかなと思いまして、ちょっとねアイレーシング本格的にねやっていきたいと思います。皆さんもねやりたいなーって方いらっしゃると思います。前回の動画でね、ツール類、値段とかね、そういうのも紹介したんで、まあ、その続きじゃないですけどね、今日はね、レースガンガンやっていきたいと思います。それではやってきます。はい、ということで、アイレーシングね、やっていきたいと思います。簡単にね、説明しておきます。まずは、オフィシャルのレースなんていうものがありまして、クラスに分かれていますね。まずはルーキーから始めるということになるんですが、そのね、レーティングがこちらにね、あります。グランツーリスモと同じように DR みたいなもの、まあ、I レーティングだね、とあと SR みたいなのがありますね。で、SR は A が一番上と、これが S ということになりますね。セーフティーレーティングということですね、SR。そして I レーティングが1300から始まるのかな。途中抜けとかね、バンバンするんで私ね、撮影のために。I レーティングね、めっちゃ下がってるの、1249ということで、ここからね、頑張って上げていきたいと思います。ただね、このセーフティーレーティングによって出れるレースが決まるということになりますので、その辺をお間違いなくと。さて、どれやる？まずはフィックスドっていうのがおすすめですかね。もうなんでかっていうと、こうセッティングがないっていうところがあるので、フィックスドいきたいと思いますね。そうだな。で、まあ I レーティング上げるためには1車種をやり込んだ方がいいっていうね、やり込んで得意なサーキットを作って1車種をやり込んで、ひたすらそれで速くなるとレーティングが上がりやすいという技があるんですが、それをね、まあ、やってレーティング上げるの楽しいなっていう方はねいると思うんですけど、別にレーティングあんまねこだわると嫌になっちゃう多分人によるよ。でもレーティングは上がらないと嫌になっちゃうので、あのね、あまりおすすめしたいかなっていうところはありますね。レーティングはまあ本当にこだわり出すとね、とか、まあレーティングでマウントしだすと本当にかそっちゃうんでね、ちょっとそういう悪いところが出てきちゃうので、まあ私はね、本当にレーティングこだわらず楽しいレースをするということ、ね、真剣にこうバトルを繰り広げるっていうような、まあ希望でね、やればいいのかなと、そういうところが目標でいいのかなと思います。いいレースができたから今日は良かったねっていうような楽しみ方でいいんじゃないかなと。はい、ということで、エンデュランス、こんなのあるぞ、こんなのあるぞ、240分、やってらんないわ、やってらんないわ、まだ、ね、まあ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 、なんで、まずは本当にね、最初は短いレースやった方がいいかなと思いますね。まずはルーキーからやろうかな。どれがいいですかね。オフロードやっていこうか。オフロードやっていこうか。急にオフロードやる？大丈夫かこれ。ダートロード。やってみよう。いきなりダートロード。え、話違うよね、なんか。いや、まあ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 。楽しければいいんじゃないかな。楽しければ。よし、やっていこう。このハンドルでいいのかどうか。ちょっとあれだけど。よし、プラクティス。さあ、やっていこう。すげえなこのコース。うおジャンプ、うおはい、ということでレースしていきましょう大丈夫か急に。いきなり俺何してんの。プラクティスからね。プラクティス3分。
さあ前の車についていく。うわー、泥が飛ぶの。そういう、前の人よりは速そうだ。立ち上がり重視だね。流さない流さない流さない。クラクション。よし、なんか早いぞ。前の人よりは早い。うわー、終わった。チェッカーフラッグ。これスクリーンをきれいにするやつ覚えとかないとダメっぽいけど、大丈夫かな。これなんかあったかな。ちょっと待って、コントローラー、あー、テイクオフザバイザー、これをここここね、ここここにここにアサインしよう。ここによし、クオリファイ。いくぞ。3周かな。バイザいいかな。いや、トラクションだな、やっぱ。さあ、1周目。急ぐか。やっぱ U ターンは急ぐか。うわー、むずいね。マイナス表示とかこの辺の見てるとさ、トラクション、初めての車。トラクション、いいよ。バイザー取って、アーマーラップ。減速ばっかり使わない。やっぱストレートで減速して。ストレートで減速。立ち上がり。ほぼ速いんだな。
流さない。わくられない。流れるとやっぱり。なるほどね。本当に車の基本なんだな。全開が速いわけじゃない。よし、だいぶいいぞ。シッカフラッグ、バイザーオフ、バイザーオフ設定しといてよかったよね。よし、これでどうなったか見ていこう。さあ何位かな。レースはオフィシャル5周ですね。でもなんで俺オフローでやってんですか。なんでですか。はい、リザルトちょっと見よう。わあ、これでも、うわ、早い。2,4,6,7 台で下から2番目。うわあ、早いなーみんな。いやでもまあ、あと1秒ちょっとでしょ。まあ、どこぞの立ち上がりって感じだよな。さあ、スターティンググリッドついてやっていきたいと思いますよ。これ動いたらダメだからね。やっちゃった。ピットスねえ、クラッチがなかったんだもん。やっちゃったわ、クラッチなかったじゃん。バイザーオフ。いやー、残念。ちょっと待って、なんだ、すごい動きしてるけど。前が見えない。取れてくれ。もうボンネット取れてほしい。もうめっちゃいい勝負なんだけど。出ちゃった。ドライブスルーしないと。ピットロードが難しいわ。ピットロードどこ？25キロ。ちょっとこれオープン。OK。
楽しい。よし、これで消えた。よっしゃ、ええのか、回しすぎてんのかな。3速までしかないんだよな。ボンネットで、行くぞ。ないバイザーをクラッチがないんだ。クラッチ蹴りたい。あー、そうか、流しちゃダメなんだな。だから ボンネットオフボタンないのか。ボインに戻った。うわー、54秒早いね。このぐらいか。あ、これだと2速で立ち上がれるのか。やっと分かった。ゴールーということで、すごい、楽しいです。さあ、リザルトを見てみましょう。4位でしたね。まあ、だからピットしたからだよね。スタートがちょっとクラッチがないのはどうしたもんなのかということで、真ん中でした。はい、リザルトね、出ておりますね。ここにね、セーフティーレーティングが 2.84 になりましたね。セーフティーレーティングが 0.05 上がったということですね。はい、ということでね、アイレーシングやってきましたけどね、レースこんな感じに気軽に出ていいんじゃないかなっていうふうにね、思ったりもしますんで、皆さんもね、ぜひ最初にね、ついてる車、ついてるコースでやれば、そんなにね、値段かかんないですよ。そっからがね、1台やっぱ10何ドルだから2000円弱ぐらいしちゃうからね、車が。そしてコースもやっぱりそのくらい、もうちょっとする2000円前後かな、しちゃうので、そこがちょっと難点かなっていうのはありますけどね。まあでも十分レースとして楽しめるということですよね。はい、ということで、またね、これやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。やばいね、このレース、面白い。